ガザ紛争ガザ紛争は2008年から2009年にかけ、イスラエル国防軍とパレスチナ自治区のガザ地区を統治するハマースとの間で行われた紛争である。イスラエル国防軍の作戦名は、キャストレット作戦、英語。鋳造された鉛の意味で、ユダヤ教の祭日であるハヌカーの祭、子供たちに与えられるドレードルというコマを指している。 イスラエルに批判的なアラブ諸国などでは、ガザの虐殺、英語、ガザマスカーと呼ばれている。この時点では、第四次中東戦争以来最大の死傷者を出した、紛争となった。パレスチナ側では、民間人を含む1300人以上が死亡したが、犠牲者の大多数は、一般市民であり、特に死傷者の1、3は子供で、未成年の被害者が、特段に多い紛争となった。 これまでに市民への無差別攻撃、けが人搬送のために走行していた国際赤十字の救急車両への攻撃、国際連合が運営し、避難所としてイスラエルへも通告していた女学校への無差別、空爆、幼児への無差別銃撃など、数多くの戦争犯罪が判明している。イスラエルとハマースの間では2008年6月から半年間にわたって、 停戦協定が結ばれた。6月19日、エジプトの仲介で、ハマースとイスラエルは6ヶ月の停戦に踏み切るが、断続的に衝突が続いた。そして、12月に入り、再度エジプトの仲介の下で、停戦延長の交渉が持たれたが、ハマース側はイスラエルが、ガザの封鎖解除に応じないことを問題視し、延長を拒否したため12月19日執行した。 停戦の期限が切れる前の11月4日夜、イスラエル軍はガザ中部に侵攻し、戦闘や空爆でハマースの6人が死亡した。ハマースはいつか、イスラエルに向けて30発以上のロケット弾を発射したが、被害はなかった。しかし、イスラエル軍は11月12日、再び越境攻撃でハマースの4人を殺害。ハマースは14日、 ガザから約10キロ北のイスラエル中部の中核都市アシュケロンにより高性能の旧ソ連型ロケット弾を打ち込んだ。怪我人はなかったが、イスラエル軍は大規模空爆など攻撃拡大に踏み切るとみられていた。イスラエルでは2009年2月に総選挙を控えていたが、攻撃前の段階で対パレスチナ強硬派の野党、リクードが支持を拡大し、与党、 カディマも弱腰な姿勢を見せることはできないとして大規模な報復攻撃を実行することとなった。また、2009年1月20日の敵との対話を掲げるアメリカオバマ政権の発足前にハマースを弱体化しておきたいとするイスラエルの思惑が当たという論調もある。2008年12月27日、現地時間午前11時30分、アトック午前9時30分。 イスラエル空軍がガザ地区全土に大規模な空爆を開始した。2009年1月3日の地上侵攻までの死者は430人に上った。1月3日、イスラエル軍はガザ地区への大規模な砲撃の後、不評、戦車、砲撃隊などの隊列が侵攻を開始し、事態は市街戦に発展した。ハマースとの激烈な戦闘が行われている。ガザ地区では 空爆や砲撃によって自宅を失った一般市民4000人がさらに避難民と化した。1月6日、イスラエル軍が国際連合パレスチナ難民救済事業機関の運営する避難所となっている学校を砲撃、少なくとも40人が死亡した。これに対し、イスラエル軍は同施設の付近からハマース側の攻撃があったために、 加えた反撃であると主張しているが、アンドゥアや地元住民は現場に戦闘員はいなかったと否定している。1月7日、イスラエル軍は国際機関らによる援助物資の搬入のため、27日の攻撃開始以来初めて3時間程度戦闘を停止した。戦闘開始が年末で多くの諸外国がクリスマスよび年末年始の休暇の時期に入っていたことから、 停戦調停が遅れ、戦闘が長引く要因になった。ハマースの代表団は1月9日夜、カイロ入りし、仲裁国のエジプトと停戦交渉に入った。エジプトによる停戦案に、イスラエル側は原則同意の方針を示したが、ハマースの在外指導部はこれを拒否した。その他にも、国連やフランスなどから、停戦案が提示されたが、どれも合意には至らなかった。 戦闘開始から3週間経った1月17日、イスラエルは一方的な停戦宣言を出し部隊の引き上げを始めた。ただし、この停戦は上記のエジプト仲介による停戦プロセスとは関係がない。直後、ハマースも交戦を停止した。その後イスラエル軍はアメリカのオバマ新大統領が就任した20日にガザの市街地からの撤退を完了した。 戦闘停止後、各国、団体によるガザへの復興支援が始まったが、イスラエルとエジプトが国境封鎖と検問を継続しており、生活用品の運搬にも支障が出ている。1月27日、エジプト政府が停戦協定を2月5日前後に発行させる方向で調整をしていると報じられた。同27日、教会付近で爆発が起こり、 パトロール中のイスラエル兵一人が死亡。イスラエルは直ちにガザ方面に反撃し、農民一人が殺害された。イスラエルは人道物資支援の検問所をすべて閉鎖した。現在も散発的にガザから迫撃砲が撃ち込まれ、それに対してイスラエル軍が反撃するなど小規模な戦闘は今も続いている。このためガザの境界近くに住む イスラエル人住民の間からは、問題の根本的解決のために、ガザ再攻撃を望む声が強まっている。アソータロ首相は2008年12月31日、イスラエルのエフード・オルメルト首相と電話で会談し、速やかな空爆の停止を求めた。また、パレスチナに対して、援助を与えることを表明している。国連人権理事会に提出されたイスラエル。 避難決議案はイスラエル批判に敬重しているとして棄権した。日本はパレスチナ問題に対してはどちらか一方に肩入れすることはなく一貫して中立の姿を取り続けている。1月8日国際連合安全保障理事会は即時かつ恒久的な停戦とイスラエル軍の撤退を求める決議を賛成14、危険1、アメリカで採択。 イスラエルハマース双方決議を黙殺した。また同様か、国際連合パレスチナ難民救済事業機関は、イスラエルの攻撃で職員が殺害されたことを理由に、ガザでの人道活動援助を11日まで全面停止した。翌九日、国連人権理事会はイスラエル避難決議案を、賛成十三反対時カナダ、危険十三日本、 欧州で可決した。15日、半気分事務総長がイスラエルを訪問したが、直後にパレスチナ難民救済事業機関本部の敷地内が攻撃を受け、強い抗議と怒りを表明。イスラエル政府は陳謝した。ブッシュ大統領の人気切れマきンを背景に本格的な行動を取らないアメリカとは対照的に積極的に停戦交渉に乗り出したのが、 フランスのニコラ・サルコジ大統領であった。サルコジ大統領は2009年1月5日から中東入りし、エジプトのホスニーム・ムバーラク大統領、パレスチナ自治政府のマフムード・アッバース議長、イスラエルのエフード・オルメルト首相と会談。1月6日には、シリアのバッシャール・アルイコール、アサド大統領、レバノンのフワード・シニオラ首相とも会談している。また、パリにある、 イスラエル大使館前には多くのユダヤ系住民が詰めかけガザ攻撃を正当防衛として支持するデモ活動を行った。コンドリーザ・ライス国務長官は2008年12月27日事件に関してハマースを非難する声明を出した。続いて12月30日ジョージ・ W ・ブッシュ大統領はパレスチナ自治政府のマフムード・アッスギー長、サラーム、 ファイヤード首相と電話で会談し、停戦に向けて協議を行った。年が明けて1月3日には国民向けラジオ演説で情勢の悪化の責任はハマースにあると非難した。一方で、1月20日に新大統領に就任予定のバラク・オバマは1月6日、ブッシュ大統領だけが米国を代表して発言し得るとして、就任まで明確な意見を表明しない方針を示した。 大統領は一人という原則に従っている、オバマではあるものの、この態度に関しては、イスラエル・パレスチナ双方から不満の声が上がっており、1月5日付のニューヨーク・タイムズは、オバマシン・イスラム圏の多くの指揮者を落胆させたと指摘した。オバマは、大統領就任後の1月21日に、米国のイスラエル支持を明確にする一方、パレスチナ・ヨルダン・エジプトなど、アラブ諸国の 各種ノート電話会談を行い平和的解決への対応を行った。レーガン政権当時の財務次官補、ポール・クレイ・ロバーツは2009年1月8日、インフォメーション・クリアリング・ハウスに米国の恥と題するエッセイを寄せ、この中でなぜイスラエルにのみ生存権が容認され、パレスチナには否定されているのか。アメリカよ、60年前から続くイスラエル製の嘘で凝り固めた。 無知の中にいるが良いと見て見ぬふりを続ける連邦政府と多数のアメリカ国民を非難した。シリアが国連に上述の決議案を提出し、またエジプトが調停に向けた独自の動きを展開するなど事態収拾に向けた動きはあるものの成果は得られなかった。また反イスラエル感情でイスラエル人のテニス選手はアラブ首長国連邦に入国拒否された。 反米国家のベネズエラのウゴ・チャベスとボリビアのエボ・モラレス両大統領ともに当時はイスラエルに対して強硬な姿勢を見せた。1月6日、ベネズエラは同国駐在のイスラエル大使を追放し、1月9日、ガザ地区に向け救援物資を発送した。1月14日、ボリビアはイスラエルとの断交を宣言し、直後にベネズエラも同様の措置を発表した。 1>, 1月7日、ローマ教皇庁の議長は、ガザは巨大強制収容所だとイスラエルを批判した。1月10日、人権団体ヒューマンライツウォッチは、イスラエルの攻撃に白輪砲弾が使われたとして、使用中止を求める声明を発表した。なお、白輪砲弾を使用することの問題の有無は、議論が分かれている。詳細は、白輪砲弾リンク先を参照。 1>, 1月8日、国連のホームズ緊急援助調整官室長の発表によると、パレスチナ人犠牲者が8日までに約760人に上り、うち子供が約3分の1に上ることを明らかにした。また14日、犠牲者が1000人を突破。これまで最高だった2002年の死者数989人をわずか2週間で更新した。 最終的な死者は1300人を突破した。イスラエル側の死者は13人、内民間人3人で、4人は味方の誤者によるものだった。また、市民に対して白輪弾などを用いた無差別攻撃、幼児に対する無差別銃撃などが報道され、人権団体からの非難を浴びた。ガザ市の人権団体、パレスチナ人権センターは3月19日、 パレスチナ側の創始者数は1417人に上ったと発表し、全員の氏名を公開した。それによると926人が民間人でうち313人が18歳未満の子供116人が女性。戦闘員が236人、警察官が255人だった。一方、イスラエル軍は3月26日、 パレスチナ側の死者は1166名で、709人がハマースなどの戦闘員であると発表したイスラエルは警察官も戦闘員とみなしている。民間人は295人、うち89人が16歳未満49人が女性で、残る162人は特定できていないとしている。ハマースの使用したアサルトライフルやロケット弾が、 中華人民共和国制であることが確認されている。よって中国が第三国経由で武器、弾薬を横流しした疑惑が持たれている。ただ、当の中国政府は武器を売却していることを否定している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。